結婚して10年ほど経つ、もうすぐ40代です。夫婦2馬力で働いてきて、一人だけなら、幼稚園から、ずっと、私立で医学部に行っても、大丈夫なぐらいの年収も貯金もあるが、作る気はない。旦那が、色弱で、小さい頃からの夢を諦めざるを得なくて、子供に遺伝して、同じように悲しい思いをしたら死にたくなるから作らないと決めていたので、結婚の条件が子供がいらない人だった。私ももともと子供嫌いなので、作る作らないで揉めることがないしよかったと何も気にせず結婚した。私は、内膜症もあるから、治療と避妊を兼ねて、きちんとピルを飲んで、旦那は、絶対にゴムをつけて間違っても妊娠しないようにやってる。会社はその辺すごく厳しいので子供は?とか聞いてくる人はいない。内心を思ってる人はいるだろうけど、旦那のことは大好きだし、たまに喧嘩もするけど、基本仲良くやれてた。先日、旦那に、俺との子供が欲しいとか、子供がいる友人を見て、羨ましいとか思ったことある?と、真剣な顔で聞かれたので、こちらも、真摯に、そういうことは、本当に一度もないと答えた。長年一緒にいて、相手を愛していたら、自然に欲しくなるというけど、知人から恋人時代を含めたら、20年弱の付き合いだけど、私には当てはまらなかった。旦那を傷つけることになるから、無意識に、そういう考えを持たないようにしている可能性も否定できないけど、私の場合、幼稚園の頃から、お友達や、もっと、小さな子の泣き声とか聞くと、イライラして、あからさまに不機嫌になって、いたぐらい筋金入りの子供嫌いなので、違うと思う。というのを言ったら、作る気はないのは、今でも変わらない、しこんな条件で結婚してくれたことに感謝してるけど、自分は正直羨ましいと思ったり、二人の子供がここにいたら、とか想像することはたくさんあったよ。俺が言うのは筋違いとわかってるけど、俺との子供が欲しいと思ったことがないって、本当に俺のこと好きなの?愛してるの?人としておかしくない?と軽蔑するようなニュアンスで言われて、ちょっともやもやしました。子供を作らないという決定は二人共通の意思だけど、その裏にある思いは正反対なんだなと。本当は子供欲しいけど、あなたのために諦めるわ。って女と結婚したかったのか?結論が同じならいいじゃん。小せえ男だな。